さあ始まりました、ワラバランスのミッションインポッシブル、あざーす、第3回目です。はい、3回目でございます。ワラバランス宮崎です。ボジタシンプルイズベストです。自己紹介シンプル、もう縁起もんみたいなもんですから、頼む、流行れ、よろしくお願いします。お願いします。さあ、この番組はですね、はい、僕たちワラバランスが、はい、パチンコやスロットを打ちながらいろんなミッションに挑戦し、ミッションクリアができれば、はい、豪華な商品がもらえるよという番組でございます、はい、というわけで今回は、はい、キコーナー四つ街道店さんに来店させていただきました、はい、さあ四つ街道店さんなんですけども、パチンコとかがですね、はい、もういろんな、4パチがあったり、はい、1パチがあったり 0.2 パチがあったり、はい、スロットはですね20スロあと5スロと、はい、豊富なバリエーションを揃えております。めちゃくちゃ多いんですよ。あと、はい、送迎バス出てます。ああ、駅から送迎バス、これマジで便利なんですよね、はい、というのと、あとはですね、はい、会員カードを作っていただきますと、はい、乗り入れですよね。乗り入れができるんですね。その1パチで打ってて、はい、あ、じゃあこれ溜まったな、4パチで打ちたいな、はい、ということもできるし、はい、5スロー打ってて溜まったなで20スローに持っていくこともできるし、なるほど、1パチで増やした後に4パチって大勝負いけるっていう、はい、もう一日中遊べるじゃないですか。いや、そうですよ、最高っすね。まあ、とにかく、はい、豊富な遊び方ができる四つ街道店さんでございます、はい。さあというわけで、第3回目のミッションでございますけども、はい、今回もこの方に紹介していただきたいと思います。誰だ誰だ。親戚の集まりでずっとテレビを見てるのに起こった問題を一言で解決するいとこの兄ちゃんです。俺が送ってく。はい。はいじゃないですよ。はいじゃないです。素晴らしい。いやー、ありがとうございます。素晴らしいじゃないですか。今ね、ちょっとこれ流行るんじゃないかなと思って。いやいや、俺のやつですから。そうだっけ。いとこの兄ちゃんモノマネ。俺いい完全にパクってるじゃないですか。いい視点だなと思ったんですよ。あ、ですよね。でも僕もこれ流行ると思うんですよ。じゃあ、ね、いとこの兄ちゃん、ちょっと嬉しいですけど、そのえ、これしかも衣装もちょっと寄せてるじゃないですか。もう僕はいとこの兄ちゃんになりきって今日はもう必死で ねもうこれもね、もう30回ぐらい練習してね。練習やってるあのサイズで。そうやり方全然違いますよ。言い方全然違います。言い方どんな感じで言ってました今。俺が送ってく。全然違います、全然違います。どんな感じ。俺が送ってく。一緒全然違えから。全然違えから。分かんない。俺からしたら。はい、いうことでね、はい、今日も始まりましたけれども、はい、今回もですね、過酷なミッションにチャレンジしていただきたいなと思いまして、はい、今回の実践騎士はエヴァンゲリオンでございます。おー、エヴァンゲリオン、いいっすね。好きです。好きですか。大好き大好き、はい、はい、こちらで、はい、今回はミッションビンゴ。あ、ビンゴ。ミッションビンゴ。あ、そうだから1回目の時に成功させてるやつ。成功させてるミッションビンゴですよ。海物語で。そうです。今回は、初回に関してはね、はい、アマデジ99分の1の台で、うん、実践したんですが、うん、今回は319分の1ということで、はい、ちょっと当たりにくい、はい、機種になってますので、今回は2人で1個のビンゴ表を、はい、でビンゴできたら、はい、クリアと。あ、いいじゃないですか。はい、はい、いうことでね、今日も頑張っていただきたいなと思いますので、はい、早速ね、この後実践の方に移っていきたいと思いますね、はい、本日はよろしくお願いします。頑張ります。319分の1とか関係ねえ、すぐに当ててやる。シンプル。それシンプルなん言ってんの。さあ、というわけで本日打っていく機種はエヴァンゲリオン使徒新星でございます。はい、はい、大当たり確率 319.7 分の1です。はい、核炎突入率が 65% となっております。はい、まあ、普通の、ST とかではなく、核炎タイプの、継続機ですね、はい、になっておりますので、はい、まあ、65% の振り分けを取れれば次回もう1回当たるよというスペックになってますから、はい、まあ、まあまあまあ続く時は続くんですよ。まあ、それを永遠引き続ければいいってことですね。永遠やり続ければいいですし、はい、単発を引いたとしても、はい、100回転の時短がつくんですね。はい、でそこでまた引き戻せば、はい、もうずっと続くようなね、なるほど、感じになると思いますので、はい、ぜひ頑張ってビンゴを達成してください。 OK です。はい、じゃあ打ち始めてください。よろしくお願いします。頑張ります。頑張ります。
まあ、今日もですね、あのオープニングで言い忘れてましたけど、はい、罰ゲームありますからね。ですよね。いやいやいや、いいじゃんもう、はい、松六さんがさ、もう罰ゲームのこと話した時が一番楽しそうだからいや、やっぱりね、本当に僕罰ゲーム畑で育ってきたんでね、そんな畑あるどこにあるんですか、うん、でも本当に普段僕が受けてるのは、はい、辛いとか、はい、あー、うん、もうやだな、痛いとか、やだな、そういうのが多いですけれどもね、はい、まあ今日はしっかりミッション達成して罰ゲームやらずにね、はい、耐えれるように頑張ってください。頑張ります。はい、今日はもう絶対大丈夫。今日俺もいろいろ準備してきたんで。右腕だけ筋トレしてきた。いやもうそんなんじゃない、もうそんなんじゃない、全然。何、まず、うん、あの今日ね、うん、布団をちゃんと畳んできたのよ。でさらに今日朝から、うん、俺もトイレ掃除してきましたからねなるほど、トイレ掃除もいいって言うもんな。そう、いいって言うじゃん。言う言う言う、大事よそういうの。いいじゃない、いいじゃない。あ、いいね。今日一発目ので、今このエフェクトが青、緑ってなってるんですけど、はいはい、青、緑、赤、金ってあって、はい、金になれば大当たりのお香みたいな。あー、なるほど。今日一発目のエヴァンゲリオン発信。発信した？発信した。まだまだ大丈夫だよ、まあ、朝からお前弦担ぎまくってんだろ。今日トイレ掃除してきてるんだから大丈夫だよ。ダメか？何やる？嘘！すごい！いきなり来た！倒れが来た！マジで！うわぁ！なんか空気出てる！こんなことあんの！マジ！俺全然今期待してなかった！すごっ！当たった！しかもカオルくん！いや、いきなり！いきなりの核変 7！ うわ、びっくりした！トイレ掃除のおかげだ。マジでやったよ、トイレ掃除した回が。24回転。はやはや。アツロクさん、今日罰ゲームなさそうっすわ皆さん、トイレ掃除マジでおすすめです。あー、もうなんかあれ、ちょっと待って、怖いよこれ。いきなりやめて、これで大丈夫だって。これで発信しちゃったりしたな、これね。あー、行っちゃった行っちゃった行っちゃった。待って、ちょっと怖いな。あれ、ちょっと待ってくれよ。これで揃っちゃう。やめてよ、やめて。いけ、帰れ、いけ、座らない。やめて、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 嘘でしょ。やめて、やめて、やめて。おっしゃ、再抽選ですね。再抽選、あ、はい、そういうことですか。でここでエヴァンゲリオンの後ろから羽が出てたりとかすれば、羽が出てない、出てないな。確変なんですけど、早せ早せ、羽ぐらい、はい、レッドブル飲ませろ。それ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 、待って、やめて、勘弁してくれ、勘弁してくれ、勘弁してくれ。嘘だろ、嘘だろ。ということで単発図柄で大当たりなんですが、はい、一応、大当たり中にも、はい、昇格演出はあったりする時もあります。あったりする、はい、絶対あるわけではないんですけど、まだ大丈夫、当たってんだから。ちょっと待ってくれ。そう、ダメか。そう、時短引き戻せず。あー、終わったか。ワラバランスのスタッフさん、いらっしゃい。よいしょ。さあ、大好評をいただいてます、はい、このコーナー。あ、そうなんですか。もちろん。あ、そうなんですね。あ、よかったです。スタッフさんとお話しして、はい、スタッフさんに、はい、うちの相方が、はい、愛のあるあだ名をつけると、はい、言ったと。連絡来ました。そのインスタで、あのキコナのその店員さんがフォローしてくれて、うん、でそのコメントで、あの、うん、今でも私あの名前で呼ばれてますみたいな。え、うん、来た。コメントしてくれて、森田がつけたあだ名を。そう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 、定着してるってこと。定着してるっていうのがあったのよ。来てる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 んですよ、これ。このコーナーが盛り上がってきてる。はい、来てます来てます、これは。さあ、はい、今日は3回目ということでございまして、はい、四つ街道店のスタッフさんを紹介していきたいと思います、はい、それでは今日の一人目です、お願いします。いらっしゃい、いらっしゃい、どうぞどうぞ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。自己紹介お願いします。はい、四つ街道店スタッフの江口達也と申します。はい、あ、江口さん、
はい、よろしくお願いします。お願いします。江口さんは、ここで働いてどれぐらいでしょうか。2年弱になります。あ、でも結構長いですね、2年弱ってことは。そうですね。パチンコとかやられますか。そうです、はい、月1ぐらいですか ね。好きな機種とかちょっとあれば教えてほしいんですけど。好きな機種、はい、スロット窓マギ2ですか。ちょっとすいません、すいません、手汗が、はい、相方が窓マギ大好きなんです。あ、本当ですか。ですよ、はい、面白いですよね。面白いんですよ。アニメ見ましたか。アニメ見てます。見てました。僕も見ました。あんな悲しい話ないですよね。そうですね。でも見たのが中学ぐらいだったので、うん、まだ理解力が。あ、なるほど。今おいくつですか。今24です。あ、若いですね。若いわ。大人になってまだ見返してないですか。見返してないです。あ、見ないと。大人が見るアニメですよ。あ、そうですね。どうですか、この四つ街道店に、いらっしゃるお客さんの、はい、イメージというか雰囲気というか。みんな明るく接してくれますね。あ、いいですね。本当に、はい、僕たちもさっき初めて、はい、差し入れをいただきまして、 お客様から、はい、いやマジでありがたいね。本当に優しいお客さん多いですわ。いますね、いっぱい。いいお客さんが多いということでございますけども、はい、ちょっとね、どうですか今もし聞いた中で。まだ あだ名ですか。あだ名をつけるにあたって多分ね、もうちょっと僕が聞いてるぐらいじゃまだあれだと思う。確かにな、うん、好きな食べ物とかあります。好きな食べ物、唐揚げですか。あ、唐揚げ。唐揚げです。あんまり食べなさそうなのに。はい、そうですね、よく言われます。よく言われますよね、細身だから。細身で唐揚げ好きですか。そうです。なるほど、なるほど。それヒントになってる。はい、ヒントになってます。へ、いいですか、じゃあもう決めちゃって。もう俺今結構ひらめいた。あら、うん、江口さんのあだ名、はい、決まりました。はい、地域最大級唐揚げ大好き野郎。すいません、はい、もう僕の名前一切入らないんです。すいません。結構呼ばれちゃいますけど大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。本当に大丈夫です。でも反応できるかどうかですよね。いや、そうですよね。呼ばれて、だって江口くんとかの早いもん。そうですね。地域最大級唐揚げ大好き野郎って呼ぶのは時間かかっちゃうもん。じゃあ略して。あ、そう、略した方が欲しいですね。そうですね。サイカラ。あうん、サイカラ、はい、はい、サイカラくんということで。サイカラでいいですか。はい、サイカラで、はい、行きましょう。ありがとうございます。はい、お願いします。新しいあだ名、サイカラくんで今後とも皆さんちょっと呼んであげてください。お願いします。さあ、続いてのスタッフさんはこの方です。お願いします。いらっしゃい。いらっしゃい。失礼します。お願いします。お願いします。お願いします。スタイルいい。ちょっとありがとうございます。森田よりも背高い人、ちょっとあんまり大きいっすね。隣に立ったことでちょっとだけキュンとしました。ありがとうございます。すみません、自己紹介お願いいたします。はい、キコーナー四つ街道店で副主任をやらせていただいてます、金子翔太です。よろしくお願いします。副主任さんでしたか。はい、すみません、なんかキュンとしたと言っちゃいました。すみません。ありがとうございます。すごいな、金子さん。じゃあもう結構長いですか、ここで働いて。先ほどのサイカラ君と一緒で。あ、サイカラも呼ばれちゃってる。あ、すごい浸透率高め。はい、2年。早い。あれ僕がつけたんですよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。同じぐらいですか。2年弱一緒、同期なんで。あ、はい、そうなんですね。あ、でもずっと一緒に。ずっと一緒です。いいっすね、なんか、そうですね、一緒に入って一緒に店舗でこうやっていける仲間がいるっていうのも。はい、もう大切にしています。普段パチンコとか打ったりしますか。パチンコ、はい、打ちますね。なんか好きな台とかありますか。僕はパチンコのあの花が、はい、好きなんですよ。うちの相方の花好きなんですよ。窓マギじゃなくて。窓マギも好きなんですけど、まあ、あの花見ました。見ました。最高ですよね。あれだ、最高ですね。めちゃくちゃいいけど。あんな悲しい話ないですよね。本当ですね。こっちです。はい、窓ギリですね。あ、ギリ。窓マギとあの花はもうちょっとほら、もう響きも似てるし。似てますか。そうです。ね、すいません。それは。いやー、いいですよね。設定付きのパチンコということで。そうですね。ね。うん、リーチがあれですよね、あの熱いリーチほどすごい感動するシーンだから、外れた時すっごいショックですよね。そうなんですよ。あの花は本当リーチで全然泣けちゃいますもんね。泣けるマジだから、ね、なんで かくれんぼでしたっけ。そう、かくれんぼリーチ。あれやばいですよね。やばいですよね。で、ぐっと来てうるうるしてそうなんですよ、ね、一旦含むみたいな。そうですね、ありますけど。てか、翔太って言うんですか。翔太って言います。僕も実は翔太って言うんですよ。あ、本当ですか。はい、今森田シンプルイズベストっていう名前でやってるんですけど。あ、おめでとうございます。翔太なんですよ。あれじゃないですか、あの
あだ名とかじゃマジであんまつけられたことないんじゃないですか。つけられ名字の方が多いですね。金子とか。金子とか。金やん。そうです。あ金やん子、なるほど。言われますね。金やんね。僕翔太で俺もあだ名つけられたことない。そうですね、言われないですよね。つけにくい名前なんですかね。じゃあ、はい、やっぱ森田とかぐらいだね。じゃああだ名つけて欲しかったんじゃないですか。欲しかったです。なるほど、そういう人ね。お待ちしてました。ありがとうございます。ありがとうございます。身長も高くて、はい、何センチですか。186センチ。あ、でかい。でかい。いろいろ情報ありますね。ありますよ。身長が高くて、はい、副主任、副主任、はい、あの花が好き、はい、なるほどね。はい、はい、いいですか。出ました、新しいあだ名。金子翔太さん、新しいあだ名、はい、でかボールペン。でかボールペン。でかボールペン。はい。ボールペン。やっぱあのでかすぎてやっぱこの目の位置にやっぱボールペンが来ちゃうんで。ああ、なるほど、はい、ここに。そんな人がなかなかいないんで。なるほど。そこがポイントになりました。でかボールペン。はい、でかボールペンです。でかペーとかで呼ばれて。でかペンで。でかペーとか呼ばれてください。はい、そしたら皆さんデカペンとお呼びください、はい、すいません、金子さんの新しいあだ名です。デカボールペンでございますんで、本当に呼びたい時だけにいいんでね、呼んでもらえたらすいませんね。はい、大丈夫、今後とも、キコーナさんの方よろしくお願いいたしま す、はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。そろそろ何か見たいな。あ、というかさ、俺このキコーナさんの、うん、イメージキャラクター誰かやってるか知ってる？橋本里奈さん。そう、うん、俺橋本里奈さん大好きなのよ、うんうん、いやみんな好きよ橋本里奈さんみたいな。で俺ふと思ったんだけど、うん、そのキコーナさんのイメージキャラクターをやってる橋本里奈さん、うん、でキコーナチャンネルでこうやって冠番組をやらせてくれている、うん、やらせてもらっているワラバランス、うん、むちゃくちゃ頑張り続けてたらいつか一目お会いできる可能性ゼロじゃないなと思って。いや、あるね、確かに。マジで会いたいんだよな。パネルでしか見たことないからな、やっぱり橋本里奈さん。いやいや、キコーナのパネルでしか。俺だからもう勝手に今日決めよう。何が？え、俺今日暴走モード入ったら、うん、橋本里奈さんに会えるのことにする、うん、いや、まあ、いや、まあ、あったじゃん、小学校ぐらいの時。それいやいや、やったけど小学校の時な。なんかこっちからこっち海のこと、落ちたら死亡みたいなあったでしょ。今日暴走モードに入ったら俺橋本里奈さんに会えるのこと。いや、だから信じて やるしかないよ、それはもうぐらいの気持ちがないと、うん、暴走モードも入んないし、うん、橋本里奈さんにも会えんのよ。会いたい、当てたい、どっちも叶えるためにはまずその作戦を実行するしかない、うん、まずビンゴさせてくれ、まず。あの金枠で出てくるリラックス系ですね。あれをリラックスっていうんですか。チャンスアップですね。まあまあ熱い。でもあのどこまでステップするかによっても、はいはいはい、期待度は変わってくるんですけど、なんでリラックスっていうんですか、これ。なぜリラックス、はい、リラックスしてる格好をしてるから。あ、そういうことなんですか。あ、そういうことなんだ。だから リラックスして打ってようかな。あ、いいじゃん。あ、リラックスさん、ちょっとじゃあジャケット1枚脱げば。リラックスモード入れよ。え、やんないなら俺やっちゃうよ。いいですか、じゃあリラックス、ちょっと森田リラックスモード入っていいですか。うん、これちょっと、これダメ、これはダメかな、これはまずいかな。お前はまさか森田リラックスモード。森田リラックスモード行くわ。だいぶリラックスしてんじゃん。これだけ行けばいけるでしょ。いける。いや、わかんないけどこれすげえ当たる気してきたわ。マジ？うん、行け行け行け。当たる当たる当たる。怖いよ。行け、もう当たっちゃう。当たっちゃっていいんだよ、もう当たっちゃってくれよ。行け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 。そう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 、もうこの形で発信してさ、発信して当たっちゃってくれていいんだよ。頼むよ。来い来い来い。よし、発信した。いよいよ。どうだ、このままいっちゃいちゃう。え、ロンギネスのやりきたよね。嘘。ロンギネスのやりきたよ。当たっちゃうよ、もうこのまま。なんだこいつら、もう当たっちゃえ。当たっちまえよ、もう。うるさい、うるさい、うるさい。何回はめてると思ってんだよ。ロンギネスのやりなんてちょっと熱いんじゃないの、マジで。いや、めちゃくちゃ熱いよ。来い、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 頼むよ。
いける、アスカいける、今あれいけいけ、これ頼む、いけ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 、待ってよっしゃ、来た、いけいけ、いいぞいいぞ、いいぞそれ、来た、今日初めて、頼む、逃げちゃダメだ、出てる、逃げちゃダメだ、逃げるな、よしよし、あったよ、ようで当たってくる、落ち着け、リラックスするんだ、うおー頼むよ、よし、いけいけいけ、戻るよ、頼むよ、そんなわけないよな、そんなわけないよ、槍でしょ、だって槍、ロングです、槍来てたよ、槍来てたよ、槍来てたよ、撃つだろ、撃つだろ、撃つだろ、マジかよ、マジかよ、リラックスしてねえもん、お前くそマジ、絶対に俺いいとこ見せたいんだよ見せてくれよ、いやだってさ、いや言ったら1回目も2回目も、うん、やっぱ森田のが当ててんのよ、チャンネルのあれなんて言うんだっけ、んこう写真のところ、サムネイル、サムネイル、うん、サムネがね2回とも森田なんよねそうなんですよ森田サムネが2回続いてるんですよ、おうおう、で俺さあ行くよ、カオルくん、カオルくん、全回転じゃないの、全回転ですよね、絶対、うん、マジで、うわ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 、すごいすごいすごい、これはやばい、全回転してる、マジで、マジで気持ちいい、前回は格変なんじゃないかな、いやもう7が揃った、これはやばい、よいしょ振り返りたくやちゃん出ました、ただですよ、格変大当たり、いや圧力さんもう言わなくても圧力さん何を言うつもりだ今から俺は今ね、いいですか、分かってる、え分かってる、じゃあ言う自分の口で自分の口で、もう7は揃っとるその通りそうなんよそうなんですよね、ちょっと待ってくれよ、まあ、俺何のためにこんなリラックスしてやってんだよ、お前何してんのそれ、店員さんにも変な顔されてんのにさ、失礼だよ、すげえな、大丈夫です、まず確変を続けることが大事なんで、はい、大事大事、マジで大事、奇数を抜いていきますね、そしてこの確変を邪魔するかのような森田君のリーチ、きたきたきた、赤セリフ来ましたよ見てください見てください、おい発信するか、頼む発信してくれ、発信してくれ、うるさい、頼む、いけ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 、ちょ本当にうるさい、聞こえない、発信しました、うるさいうるさい、来い来い来い、赤まで行っちゃえ、赤まで行っちゃえ、さあ、確変入りました、赤来た、ちょっと赤まで来た、今日初めての赤来ました、ちょっと、いやもう当たってるから分かってるからいいのよ、ダメだって、来い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 、これで今赤は初めて、赤は初めて来たじゃないですかね、あれ、え、使徒襲来、なんだこれ、第14の使徒、第14の使徒3期、これはチャンスです、これはチャンス来ました、なんです、いけいけ、頼むぞ、ちょっと邪魔しないで、こっち見てください、こっち頼む頼む頼む、これは熱いんじゃないの、だってちょっとお前、みんな力合わせ、ね、ほら力を合わせてくれ、全員力を合わせていきましょう、違う違う、いいんだよ、もうハンドルが手離しちゃえよ、もうダメだよ、いけ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 そう、いけるよ、3人力合わせて、ここ確かにこいつ強いのよ、強い、こいつでしょ、こいつ強いんだけど、いけちょっといけ、頼む、こい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 、ボタンこい、ボタン、グー当たっちゃう、そのまんま、こいつ強すぎるわ、頼む、でもまだ軽く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 来ないじゃん、何だ、いやーリーチかけれなかったっすね、ねえ、あーあああ、ほら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 、4が、ちょっと待って、お前もう終わるぞ、お前もう4引いてるから、4引いてるからマジいらないからな大丈夫大丈夫大丈夫、マジいらないからな、それお前、お前は邪魔ばっかりする、マジいらねえからな、ここで4引いたら全く同じのしか引いてねえじゃん、7と4って、大丈夫、あれ暴走するんじゃない、おー、え暴走、なんだ、いやいやいや、すっごいなこの映像、いやこれそうよ、うわ、何、私たちはもう135止まってるよ、右、おい135止まってる、暴走だ、うおお、お前お
お前が暴走すんな。暴走モードは図柄ぞろいじゃないのでビンゴ関係ないですね。お前ビンゴさせてくれよ早く。何引いてんのさっきから。分かった分かった。ただこっから弾を増やしながら回せるので、もう一回当たるんですよね。もう一回当たるし、はまればはまるほど弾増えますから。暴走モード見ててくださいよ。1500ポイント1回分の大当たり。ああ暗くなりそう、暗くなりそうです。ゲット耐えてほしい。ボタン出ていけ。ああ1500ポイントゲット。いいよいいよ。で次何で当たるんだろうな。ここでもう何当たるの。当たる当たる。もう一回大当たりある。なるほど。が奇数で抜きましょう。奇数。うおあれ吠えた。こっちで吠えた。俺も吠えたし。1止まった。っていうことは1。おお1番抜いたぜ。嬉しい。近すぎますか。嬉しい。これでリーチですね。おお、はい。ワラバランスのスタッフさんいらっしゃい。さあ行きましょう。続いてのスタッフさんです。どうぞどうぞ。いらっしゃい。よろしくお願いします。お願いします。じゃあすいません、自己紹介の方よろしいでしょうか。はい、スタッフの中村と申します。中村さん。はい。中村さんは、貴重な四街道店さんで働いてどのくらいですか。2年目となっております。ちょっと2年目選手が多いですね。そうですね。金子副主任と同じく、はいはい、一緒に2年間。じゃあ3人とも同期ですか。はい。あ、でも本当にいいですね。さっきも言ったんですけど、はい、そう同期で3人もいればいろんな、なんか同じ相談事もできたり、ね、悩み相談もできたり。でも、はい、助かっております。その同期の方とか仲良いって飲みに行ったりするんですか。はい、あ結構、はい、誘ってくださってんで、はい、お酒も結構飲まれるんですか。じゃあそうですね、ほどほどには。ほどほどに酔っ払ったらなんか変わるみたいな。このまま普通の感じですよ。普通の感じ。普通の変わらず。はい、変わらず、適度に楽しんでるぐらいですか。適度に楽しむ形だと思いますね。お酒での失敗とかも。わあ、日本酒はちょっと練習あるぐらいですね。何ですか練習入れちゃうとちょっと変わっちゃう。ちょっと変わっちゃうかもしれない。どうなるか。ちょっと記憶が飛んじゃうんで。ああ、記憶なくスタイプ。一回失敗してるんで、ちょっとほどほどにはしてますけど。抑えるようにはしてますか。一回失敗されてるんですね。はい、なるほど、はいはい。練習を飲むと失敗しちゃうって。そうですね、はい。なるほど。めちゃくちゃ分かるな。え、今はじゃああだ名とかあります。ちなみに中村さんは。ちなみに今、皆さんから中村って呼ばれます。中村ね。はい。中村なんてめちゃくちゃ呼びやすいから、この中村を まくるほどのあだ名じゃないと。ちょっと今、いや中村ちょっとひらめいたわ。お、決まりました。新しいあだ名決まりました。お願いします。新しいあだ名は、ナームラ。ナームラ。はい。はい。俺中村って人でナームラは聞いたことない。聞いたことないですね。なるほど。歯が抜けちゃってますもんね。ナームラ。いやもうぜひとも使わせていただいてきますね。はい。いやでも自分であんま使うもんじゃないですよ。あだ名は呼ばれ待ちなんで。ナームラって呼ばれてください。ナームラってちょっと呼ばれ待ちじゃ。ちょっと待ってますよ僕。はい、さあ、中村さんの新しいあだ名ナームラに決まりましたので、はい、ぜひお客様も、機会があればナームラくん呼んでみてください、これからもキコーナーさんの方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。これちょっと本当ごめんなさい、僕詳しくないんで質問1個いいですか。はい、この確変のさっき確変中の大当たり確率が45分の1ぐらいということで、その回転数決まってないんですか。その回転数っていうのは、あ、いつ終わるとかどこですか。あ、リラックス、俺に来た。そのな、回転数は決まってないのよ。だからどこまではめても全然大丈夫だから。そういうことだ。そう、全然大丈夫だから。 そこは全然気なくしなくていいからさ。ちょっと待って待って、回転数、おー、見てー、レイアイケー、綺麗、気持ちいい、めちゃくちゃ綺麗、マジで。うわ、この文字、この文字、おー、おー、あー赤いもんだって。気持ちいいな、もう全部揃ってんじゃん。田んぼのなんかカラスよけ、昔こういうの田舎にあったな。ぶっ壊せー。あら、おい、警報が、何か喋って、何つってんの、皆さんずっと。
もう一度行くわよと。かっこよ。うーわすげえ。出た。うわー壊すよ壊すよ壊すよ。うわー本当にエフェクトっていうのこれなんていうのすごいね。ボーン。よいしょー。風出てますー。あーすごい。再抽選ってことでしょうか。3欲しいよ3欲しいよ。3抜こう。真ん中の3を抜いたらね。来そうだな。なんか来そう。いや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 大丈夫。おおすごい。1は抜いてるね。抜いてるわ。まあまあいや全然こんなん。まあでもそうこの1が来ることによって次また続くんで次また奇数を引くね。引けましたよ魂のアルフランがまた。まあでも5000発これでね。はい5000発で、ね、すごい早いぞ。各編突入です。いや本当ねだからさっきの質問あのすいませんね詳しくないんで。いや前回打った必殺使用機人とかだったら各編が何回転130回転中にみたいなのがあるじゃん、うん、そういうのがないんだ。ない。うわそんなすごい。これちょっと6ですよ。ちょっとやめて。ちょっとやめなくてもいいんだけど6でしょ。当たればビンゴ達成。ちょっといいよ当たってくれ。当たっていいんだよ。いや分かるけど当たっていいんだよ。分かるけど当たっていいよ。あれこれはあれ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 当たりそうな気がする。よっしゃビンゴ行くぞ。待て待て分かる分かる。ビンゴ行くビンゴ行く。来い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 。ちょっと待て。6来い。ちょっと待て待て。6来い6来い。これは行くでしょう。まあ最抽選。クソじゃないんだどっちか分からないこれまだ。確変かもしれないし。いマジで3はないかその辺で行っちゃうと頼む。6止まれ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 止まったよっしゃそのままそのままそのまま。はいということでビンゴ達成。よっしゃとりあえずはやったー。早っ早いな。早い、すごいっすね。いやすごいさあ、ということで実践が終わりました。はい。さあ、スロさん。はい。言ってやってください。僕から言うんですか。はい。僕から言うんですか。何ですか。いやいや今日は。今日は、はい、エヴァンゲリオン、はい、使徒神聖で、はい、図柄ビンゴやってきましたけれども、はい、今回はなんとミッション達成です。よっしゃー。イエス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 。俺悔しい。ちょっとすげー悔しい。俺よっしゃ。俺やりましたよマジで。俺の温度なんよこれ。俺がこうやってやりたかったの。確かに確かに。今日頑張ったのは宮崎くん。頑張りとないの。頑張りとで言ったら僕頑張った。まあまあ頑張ってます。全体でも頑張ってますけど。いや活躍したのは宮崎くんですね。宮崎くんやりました。ちょっと本当にいやよかった。ちょっとね1回目と2回目で不甲斐なかったというかいいところあんまり見せられてなかった。それ森田にちょっと頼ったのもあったんで、うん、今回は本当に見事ミッションも達成できたし、うん達成した後も、うん、なかなか当たったんです。あそうですね。あれ、はい、なんだ。ちょっと待って。ちょっと待って。何何もしかして暴走モードこれ1万発超えてるわ。ずっと楽しそうだったな本当に。いやそうかなどうだろう。俺びっくりしたよ本当に770ぐらいまでハマっちゃったから。いや最後、ね、いいじゃん、だって、ね、最初にすぐ当てて24回転ぐらいで当てた後に770ハマってたわけよ、ね、じゃだからね俺何回も言ってる、ハメるんだったらあれ暴走モードでハメな。お前性格悪くなるの違うから。マジでなあ
やっぱりでもね、今日は2人で協力してミッションを達成するっていうのちゃんとできたんで、これで、1回目3回目クリアです。そうですね、はい、だから3回中2回ミッション成功しておりますので、はい、また一歩温泉に近づいた。近づいた。よし、残り3戦、はい、ありますから。ちょっとね、もうね、うん、でも僕ね、ヒノキの香りしてきてるんですよ。ちょっとね。早くないですか？だいぶ早い気がね。いい香りがね、少しずつしてきてますんで。本当ですか？はい。まあ、残り3戦もしっかり勝って、はい、そうすればもう 80% 超えですよね。マジでいいな。いいっすね。ということでね、もう次回の、はい、ミッションインポッシブルをね、はい、見ていただいて、はい、楽しんでもらえばいいかなと思いますね、はいはい。ぜひね、皆さん、よろしければチャンネル登録、そして、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。お願いします。それでは4回目のワラバランスミッションインポッシブルでお会いしましょう。本日はどうもありがとうございました。さよなら。